それでは今週 の、 出演バンド紹介してください。はい、それでは紹介します。オイリー北川とゴールデンデリシャスロックアゴーゴーの皆さんです。イエーイ、ダングー。何すかそのガングーチの。いや、ダングー、ダングー、ダングー、どういう意味。いや、まあ意味はないです。あら掛け声です。そう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 、掛け声、ダングーで、ダングー、はい、オッケー、はい、はい、ダングー、オッケー。それでは皆さんに自己紹介をしていただきます。はい、ギター&歌を歌うよ、オイリー北川です。イエー、バリトンサックスパーカッションゴールデン岩渕です。イエー、オーマイド。サックスの江村です。ガッテの江村です。よろしくお願いします。ベースのジョンガラ三宅です。ドラムスタントデリシャスイサイと有馬です。ギターコーラスの、鉄筋西川です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。早速なんですけれども、はい、バンド結成のきっかけとバンド名の由来を教えてください。バンド結成のきっかけ、これは何でしょうね。どっかの飲み屋で知り合った出会い系サイト。そう、出会い系サイト。そんなようなもんです。そうですね、バンド名の由来、これはオイリー北川っていうのは、これはあれですね、僕は清瀬と所沢の間に油田を持ってるんで、それでみんなからオイリーって呼ばれるような、そういうことです。いや、なるほど。そういうこと。じゃあ財産持ちということ。そうですね。僕は金持ち。そしてそれに集まってきた。そう、オイルダラ。そう、仲間たち。虫歯も。そう、虫歯仲間たち。食いつぶそう。そうです。いや。私もそれに。いや、いいよ。なんか株かなんか売ってんですか。いや、もう何でも売っちゃうよ。いや、実はこの勝村さんね、この大井北川さんのバンド、名前はね、よく。たまたまこう耳にすると思うんですけども、昨年の所沢祭り、あそこで演奏してたのを実は見ましてね、でこれは面白いぞと。でその時はバックコーラスのね、女性がいましたよね。あの方なんですよ。みんな逃げてちゃったぜ、帰ってきてくれよ。おじさん、セカラしちゃったの。いや、そういうことですね。そう、訴えられて今裁判で困ってるよ。そう、車両高いよ。みんなやっちゃダメだよ。じゃあ今日はその女性のコーラスグループは抜きで、もう男だけで。そう、使うと禁止に来た。なるほどね。そうですよ。はいはいはい。じゃあこんなバンドの音をぜひ聞きたいよね。聞きたいよ。じゃあ早速曲に行こうと思います。それでは早速歌っていただきましょう。曲目はあいつは毒虫です。イエーイ、ダン君。Oh,
じゃあやっぱね勢いがあるね。はい、パワフルでしたね。どんな音楽聴いてたんですか、ね、どんな音楽でしょうね。ロックンロール、イエーイ、オンリーロックンロール。ロックンロールね。でもまあでもロックンロールでもあのストーンズとかね、あそこら辺のなんか感じもちょっとね入ってたりとかして、ローリングストーンズ、ビートル、ね、キングスプー、ブリティッシュイノベーション、イエーイ、ロックレジェンド、イエーイ。でもみんな僕の音楽嫌いなんだぜ。でもほとんどがオイルさんが作曲されて、いやそうですね、うん、西川さんもちょこっとね、ちょこっとね、はい、ですよね。今後の予定聞かせてくださいよ。今後の予定は未定です。来週練習しよう、うん、ホームページを見てくれ。あ、そう、ホームページそうホームページを見てください。はい、今後の予定はホームページ全部出てます。詳しくページです。いや、まあ、いいですよ、このホームページが。私もちょっと拝見したんですけれども、パワフルで尊敬しちゃいました。僕も今回出演してくれるっていうんで、事前にちょっと資料をね、ホームページからダウンロードしてきたんですよ、はい、でもあんまりにも多くて、はい、途中でやめました。そう、あんまりしつこいと飽きられるよ。一緒に見ると体に毒だよ。でもとってもよくできてて、リアルプレイヤー、メディアプレイヤーとかね、あそこでね、ちゃんと音楽もね、再生して聴けたりすごいですね、んですよ、ね、うん、ぜひさっきの、ね、はい、ホームページに行ってみて、アクセスしてみてください。はい、すごいですね。でも本当パワフルでした。そうだよね、はい、そうですか、ありがとうございます。それでは、オイリー北川さんたちに音楽とは、音楽とは愛の営みだぜ、ベビー、イエーイ。いや、毎日裏庭でやる砂遊びですね。楽しみですよ。砂遊びってのはどういう意味ですか。いや、砂遊び毎日ね、こそこそやるから面白いと。ああ、こそこそ、ね、人知れずこそこそやるからね、うん、はい、何ですかね、こっちが教えてもらいたいですね。そうか、音楽とはコシヒカリだぜ、イエー。音楽とは私の全てです。かっこつけちゃうよ。音楽とは、最高の道楽っていうことですね。いいよ、すごいね、マグリちゃん。やっぱ皆さんそれぞれね、はい、あのポリシーがありますよ。そうですね、ね、でオリさんは先ほどからちょっと言葉なまってますけど、そうですね、日本人、いや僕はガイタルですよ。高いぞ今回のギャラは。高いよ、払えないな、払えないな、これで慰謝料払うんだぞ、ベイブ。ぜひでも今後のね、バンドの、そうですね、よろしくお願いします。しますんで、はい、頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、ジャンプ。それでは最後に石井明夫さんのレインを聞いてお別れです。さよなら。さよなら。石井さん、頑張ってくださね。体をよく耐える、もしそこが誰も知らないところで、例えばジャングルの奥深くか、例えば砂漠のど真ん中か、それとも大都会ビルディングの湿った谷間か、が離れた体が腐り始め、ものすごい匂いがあったり、ミュージックセレクションは所
大沢園芸センターサウンドストーンフェイスデコ志村コーポレーションの提供でお送りしました。地下鉄、狩り果て。